1159年平治の乱、源義朝率いる源氏と平清盛率いる平氏が争った戦いは、平氏が勝利し、平氏こそ最強の武家であることを証明する。兵士に勝利をもたらしたのは、不思議な輝きを放つ宝石を身につけ、神がかった驚異的な力を発揮した数人の武将の活躍だった。貴族の時代が終わり、世は平氏を中心とした武士の時代を迎えようとしていた。平氏の対抗勢力としては、奥州平泉で権勢を誇る藤原の秀衡、義朝の無念を晴らそうと鎌倉で力を蓄えつつある源頼朝があった。貴族に代わり力で天下を取った平氏の支配は横暴を極める。京の町に住む人々は不満を募らせ、他勢力による兵士打倒を期待するようになる。しかし兵士を倒すことになるのは、秀衡でも頼朝でもない一人の若者だった。義経殿。はい。
義経さん。義経様、あんたたちのおかげで生きて帰ってこれた。じゃがしかし家や町はこの有様じゃ。私たちはこれからも兵士に怯えて暮らさなければならないのでしょうか。もうこんな状況には耐えられない。我々にはあなたたちしか頼れるものがありません。義経さん、この平安の町を助けてください。義経様。よし、俺が兵士を撃つ。そして皆の家族を連れて帰ってくるまで待っていてくれ。いらっしゃい。はい、通り。
義経殿、お一人で行かれるおつもりでございますか？これは俺が決めたことだ。俺一人でやる。なりません。私もお供いたします。言っても聞かぬか。ならば行こう。共に兵士を撃つぞ。鋼を届けてくれるとはな。生かしておいた甲斐があったというもの。黙れ、貴様の野望。雨鋼ごと打ち砕いてくれる。若造だ、わしはここにおると。やれるものならやってみるがよかろう。清盛、そこまでだよ。体が動かん。バカな子たちね。清盛様には指一本触れさせないよ。くそ。はい。自ら出向いてくるとは愚かな奴ら。苦しませはせぬ。すぐに型をつけてやろう。そんなことができるか。自分の使命を忘れてはなりません。えい、小探し。早く。義経殿、絶対に死ぬんじゃないぞ。
日市方言を残し、六原殿から脱出した義経たちは、平氏の武将平景清に太刀打ちできなかったことで自分たちの無力さを知る。そして喜一の言葉通り、一足前に旅立った乙彦や静香、水鶴を追い奥州平泉へと向かう。さらなる力を手に入れ、使命を果たすため。方言。義経殿。よし、奥州に入ろう。すぐ乙彦たちに追いつくぞ。力をつけ、必ず兵士を倒す。うん、おたくら今から奥州に入るのかい？よかったら案内するぜ。どうだい、奥州平泉は。こんな奥地にこれほど綺麗なところがあるなんてびっくりだろう。軍隊だって半端じゃねえ。兵士だって迂闊に手は出せねえってもんさ。で、この町と軍隊を作り上げたのが藤原秀衡様だ。奥州で何かしようと思ったら秀衡様を無視することはできねえ。なに、心配することはねえ。俺がきっちり話を通してやるさ。名は何と申す？義経でございます。弁慶でございます。姓は？意地悪な質問をしてしまったようだな。しかし隠す必要はない。お前たちの素性や目的はわしも吉次も最初から知っておる。どうじゃ、兵士を倒すなど無謀なことは諦め、ここ奥州で穏やかに暮らしてみぬか。その天鋼を渡せば生涯の身の安全を保証するぞ。申し訳ないが秀衡様、その申し出を受けることは絶対にできません。そうか、よかろう。ここで好きなだけ自らを鍛え、思いを成就するがよい。秀衡様、それは。わしは無用な争いは好まん。天鋼のことは諦めよ。しかし、奥州での住まいはこちらで用意しよう。吉次、お前に義経たちの世話を任せる。しっかり頼むぞ。は、奥州にいる間はここを好きに使っていい。先に来てたお仲間も連れてきといたぞ。そんなもん持っててまだ強くなろうって神経が俺には分からねえが、強くなりたきゃとりあえず金色堂に行ってみることだな。金色堂？ま、行けば分かるさ。金色堂へ行かれるのですね。どうかお気をつけて。
お二人が安心して修行を全うできるよう、私もできる限りのことはいたします。すまない、面倒をかける。あと、水鶴のことも見てやってくれないか。わかりました。こちらへ来てから元気がありませんものね。何があろうとも力を手に入れ兵士を撃つ。そこで待っていてくれ、静香様。主賢天様、どうかあの方たちにご加護をお与えください。